俺は岡山から来た桃太郎言うんかな。宮島さんに関しては怒ることねえんすけど、ボテ振り回しちゃろうかと思うて、どれだけ俺とやるのが購買吉言うんがわかるかな思うんですね。とりあえず、朝倉海とか桜みくるのマネージャーよりも、俺が勝って、俺のマネージャーしてくれんかなって思ってます。顔面バラバラっすね。ちょっと頭の悪いやつはマネージャーやりたくないんで。まあ、豊橋にもこういうやついっぱいいるんで。いや、頭悪いとか言うけど、俺結構回転早いから。俺のパンチやべえぞ。頭が悪いんで、明日ボコボコにしまーす。信原空。彼は23歳にして借金500万円。義務教育、ほぼ未就という訳ありの経歴で、ブレイキングダウンに参戦し話題になりました。格闘技経験も3ヶ月前後と、ほぼ殴り込みのような形で参加した信原さんでしたが、7月4日に行われたブレイキングオーディションのスパーリングでは、10人2機に硬いパンチを食らわせ10人2機をダウン。8月16日に行われたスペシャル2オン2マッチでは、ベーヤンの顔をタコ殴りにし、ベーヤンをフルボッコにしました。彼は一体何者なのでしょうか。今回は信原空さんのオーディションに至った経緯と壮絶な過去、過去の悪事などをご紹介したいと思います。信原さんについて、まず信原さんのプロフィールを見ていきましょう。名前、信原空、通称岡山の孫悟空。出身地、岡山県。生年月日、1999年12月2日、23歳。身長、171センチ。体重、68.4キログラム。学歴、中卒。格闘技歴、4ヶ月。好きな食べ物、生肉、となっています。破天荒なイメージの信原さんですが、意外にも真面目で純粋な女性がタイプのようで、芸能人でいうと広瀬すずさん、ブレイキングダウンにいた女性の中では安藤美姫さんがタイプとのこと。7月19日に行われた宮島翔選手との対戦では、判定負けとなるも、宮島選手のキックを顔に受けても全くひるまず、前へ前へ攻めていったことが評価され、気持ちが強い、喧嘩慣れしてる、伸びしろがあると朝倉兄弟から絶賛されていました。現在は朝倉海さんのジムに住み込みでトレーニングをしており、さらに技術を磨いているようです。壮絶な過去と悪事。信原さんは複雑な家庭環境ということもあり、ほとんど学校に行けていません。小学校からほぼ学校に行っておらず、たまに行くときは母親に連れられて昼から保健室登校をするくらいでした。小4の時に両親が離婚。信原さんは母親についていき、親の都合で2回転校することになりますが、転校先でも学校に馴染めなかったため、小6で父親のもとに行き、再び転校することになりました。しかし父親は酒飲みでほぼ育児放棄状態。中学に上がると信原さんは非行に走るようになります。中学になってもほとんど学校には行かず、悪友や仲間と遊んだり、暴行、無免許、盗難、万引きなど様々な悪事を働いて、何度も警察のお世話になりました。その辺の空いてる車を盗んで無免許で乗って戻したり、バーベキューをするためにカートごとバーベキューの食材を万引きするなど、地元のスーパーは俺の冷蔵庫状態だったといいます。家にお金がなかったため、信原さんは中二で現場仕事を始めますが、一度バックレ、仕事は長続きしませんでした。中学の卒業式はバイクで行って、特攻服を着て岡山駅で写真を撮るというのがお決まりだったので、信原さんも中学の卒業式はバイクで行ったのですが、突然知らない男性に「信原くんですか?」と声をかけられ、テレビの取材かなと思って「あ、はい、そうです」と返事をしたら、「バイク乗ってたよね」と警察に連れて行かれたそうです。借金地獄へ突入。15の時に信原さんは父親から家を追い出され、一人暮らしを始め、そこから解体業の社長に拾われ、解体の仕事をするようになります。
20歳になったら独立して社長の会社の下請けになることを目標に仕事を続けていましたが、いろいろあり信原さんは社長から仕事用に渡されていたクレジットカードを上限の180万まで使い切ってしまい、社長は激怒、借金が残りました。信原さんはやがて家も失い、車上生活になり、残金2円、ガソリンも入れることができない、喉が渇いたのに飲み物も買えないといった極限状態まで追い込まれます。信原さんは友人に連絡を取り、ひとまず友人の元へ行くことになるのですが、友人宅へ行く途中で無保険の車で衝突事故を起こしてしまい、借金は500万円にまで膨れ上がりました。とにかく有名になってお金を稼ぎたい、もっとビッグな男になりたい、そんな思いから信原さんは岡山からブレイキングダウン 5.5 に出場するため自転車で上京しました。タトゥーの意味と薬物疑惑。独特の喋り方から朝倉兄弟からもお薬やってる?と疑われた信原さんですが、もちろんやっていないとのこと。でも夢がなかったら薬物とかに行ってたかもしれない。夢や目標を持ったらおのずと頑張れる。でも何もなかったら環境に飲まれるんで、とも語っていました。元非行少年ということで、やろうと思えばやれる環境ではあったと思いますが、信原さんは目標を持つことで自分を見失わずに済んだのでしょう。また信原さんといえばタトゥーが印象的ですが、タトゥーにも全て意味があるそうです。首のタトゥーはニューディー、半月をモチーフにしていて、空を見上げたら俺がいるよといった意味。喉のタトゥーは輝くダイヤモンド。左腕のタトゥーは海外のレゲエ歌手を引用して、愛があれば道は開かれると信じている、俺は愛が不体だと信じているという意味。左の眉上のタトゥーは Not lose to me、 己に負けるなという意味で、さらに自分のラッキーナンバーだという33という数字を彫っています。左腕の目のタトゥーはフリーメイソンの意味があり、なんと中2の時に自分で彫ったものだそうです。義務教育はほとんど受けていない信原さんですが、人がしないような経験はたくさんしていて、ハートが強い、伸びしろの塊のような選手だと思います。環境に負けず過去を清算して、今後もよりパワーアップした姿を見せてくれるのではないでしょうか。最終的には歴史に乗るような人物になって、ホリエモンのロケットを買って宇宙に行って、宇宙人が俺のこと見つけてくれて、数百万年後に俺が地球に帰ってきて、同じ地球ができるっす。そしてアダムとイブになる。